ね。はい。はい。3300。よし。まあ食欲元気があって、お口はどう？あれ目薬もやってもらってるんですよね。はい。小杉さん。僕はわからんけど。わからんけど。どこ行った？娘を来させてよかったの。え？最初これ退院するときに娘来させたでしょう。あれで多少やる気になってるけど。あ、本当。そう。やればね、多分もう目いつもひどかったじゃないですか。だいぶ良くなってるからさ。で、お口もいい感じ。先週女房に来させたでしょ。周りがパン壊したらガッツって言ったもんでさ、僕は何回撮っても聞けへんかったけど。やめた。やめた。だいぶ歯抜いちゃったんだけど、もう残しとくと匂いは取れないんでね。もう悪い歯はちょっと全然抜いちゃったんですけどね。で、薬って飲めます？え？お薬飲めます？飲んどると思うけども。はい、わかりました。ご飯に混ぜて。 お薬はね、もう2週間飲ませてください。はい。それから目薬はまだ 今と同じ3回で、まあ抗生物質が出てるんですよ。だから目やにが出なかったらいきなり殺させてもいいですからね。3回やる。だからこれで目と口が、あ、やめた。そうなんだ。いや、まだ出てるね、ちょっと前ほどじゃないにしてね。これは1日1回これで口で、目の内側のやつが取れたら取ってください。はい、ごめんね。ちょっと溶かしてね。はい。お口が匂わなくなったから若くなったように思った。そんな気がするんだけど。もう一個だけね。これは出してないんだけどね。それだとお尻もチェックしたから。こっちでお尻見てみて。はい。よっ。じゃあ2週間です。2週間ですね、はい。で、今度2週間、変わったことがあれば相談してください。なければ2週間で。はい。10日。になるかな。そうね、2週間後だと10日ですね。お呼びやさと。
薬が結構大変だと思うんだけど、なんとか3回以上ね。だから、それはやってんですね。読み的垂らして、歯磨きの前に。やっとると思う。もしあの目薬とかさ、あの口の中に入れるやつなくなっちゃったら電話してそれだけ言ってください。はい、はい、じゃあ OK。いいよ。はい、頑張りました。はい、じゃあ、はい、いいよ。打ってください。はい、いいです。じゃあ、いいよ。全勝てんね。あ、でも今日勝ったよ。さよなら。今年ちょっといかんけど、金かかじゃない。立浪がなんかもう最近立浪がめちゃ組になるかなんか。めちゃくちゃ言われてるでしょ。かわいそうに。まあでも、しょうがないよ、あんなきゃいけないな。でもちょっと最近打つようになってきたじゃん。まあ、勝てんけど。でも、そう、今日さよならで勝ったからさ。うん、やっと3連勝だから手帳で王が行ったって勝ったっていうのはめっちゃこう確率低いじゃん勝ちを見せるっていうのはこの間正教のあの宅配のやつでさまたあのドームのチケットのやつが来とったもんさ、うん、行く、うん、いやあんまり行くとは負け試合に当たるそうですね、うん、まあ負け試合に当たると思って行った方がこの間がラッキーだったので、うんねまあでも続くかもしれない期待はしてるお世話かけます、はい